こんにちは、うまです。はい、今日はコストコの購入品紹介をしたいと思います。今日はちょっとね、ワンちゃんがいて、見て、じゃーん。テキーラくんがいるので、ふがふがうるさいと思うんですけど、気にしないでください。ちょっと静かにしといてもらえますかな。はい、ということで、早速やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということで、コストコはね、多分1年前ぐらいに1回やったことあると思うんですけどなんかコストコ家から近いから、よくママとかと行って、はい、ということで、よく行くんですけど、なんか久しぶりに購入品紹介しようかなと思ったんで合わせてます。ということで、まず一つ目、じゃーん。これ前も紹介したかな。お尻拭きです。ベビービッケス。これ80枚入ってるやつが9個入ってるんですけど、1枚1枚がめっちゃ分厚くて、なんかね、マジで1回使うともう他のじゃなくてこれが良くなっちゃう。もうすぐ年末の大掃除とかの時期だから、掃除するのにやっぱりウェットティッシュいるしなと思って買ってきました。1個がね、めっちゃでかい。80枚入ってるにしてもさ、分厚くない？で、なんか匂い、お花の匂いするのかな。これアルコールも入ってないやつだから、アルコールも入ってないやつだからね、口周りとかも拭けるし、手も拭けるやつで、めっちゃ分厚くて1枚がすごい大きいから買いやすいです。これ大好きで、なくなったからこれを目当てに買いに行こうと思って今日コストコ行ってきました。次は、あなたちょっとうるさい。はい、ということで1個目お尻拭きでした。2個目、じゃーん、スパムです。今地元にいる時、実家にいるのでほとんど実家の購入品みたいな感じなんですけど、スパム、これ何個入ってんだろう、全部で6個入ってるやつで、最近スパムめっちゃ高いからコストコで買った方が安くないっていうので買いました。なんかうちたまにお弁当とかでスパムおにぎりやったりとか、あと料理とかにも使えるし、弟が好きなのかなっていうので安く買えるのでスパム買ってきました。次、じゃーん、もうあと食品かな。味の素、これすごくない？これ本物の味の素なんだ。しかも味の素って結構多分料理とか使うし、これ1キロ入ってるんですけど、100グラムとかで200円台とかじゃん。だから安いなーと思って買いました。次は、じゃーん、ベーグルです。これ久しぶりに買った。ベーグルめっちゃもう好きなんですよね。ベーグル、なんかダイエット中とかだったらパンの中ではいい方だし、噛み応えもあって満足感があるし、で半分に切って開いてサンドイッチみたいにしてもおしゃれで可愛いし美味しいからベーグル買いました。次は、じゃーん、スルメ。これもめっちゃ久しぶりに買った。こんなん多分ほんと3年ぶりとかに買ったんですけど、ももがダイエットしてる時とか、ちっちゃい頃のおやつとかもよくこのね、スルメスティックを食べてて、ほんとはマヨネーズと七味とかを合わせたやつにつけて食べるのが美味しいんですけど、ダイエットしてる時はこれだけで、口が暇な時とか食べたりとかして紛らわせたりとかしてます。まあでも多分当たり目とかよりはカロリー高いから、これも食べ過ぎ注意でよく食べてます。次、じゃーん、なんか膨張してない？大丈夫？ヤンニョムセヨです。やばくない？これね、1018g 入って1517円なんですけど、ヤンニョムセヨがめっちゃ食べたくて、これは別でなんか ASMR で動画この後撮りたいなと思ってるので、その動画も見てください。あー、めっちゃうまそう。エビめっちゃ好きなんだよね。やばい、楽しみ。
で、次はじゃーん、ポテトチップスです。塩味かな。1キロ入って900円ぐらいだから、そんな高くないのかな。食べてみたい。食べよう。絶対無理。切ります。海外のポテトチップス、ギザギザ。いただきます。うまっ。日本のじゃない味がする。おいしい。家族とかゆっくり食べたいと思います。もう一個。うん、おいしい。はい、じゃあラストかな。ラスト、じゃーん、サルサソースです。これは2個セットなんですけど、トルティーヤチップスつけたりとか、野菜スティックとかにもつけても美味しそう。でもサルサソース結構好きなんだよね。タコスとか好きだから、これこういうのにもつけても美味しいと思うし、なんか使えるかなと思って買ってみました。ちょっと食べてみようかな、これにつけて。うわぁ、いい香り、サルサので。これもね、コストコのやつなんですけど、お家にあったコストコのトルティーヤ、ちょっと食べかけなんですけど、これをつけて食べてみる。じゃーん、うーん、メキシカンな味がする。おいしいです。これもつけてみたい。おいしいです。こんだけあったら絶対全然減らんから最高ですね。はい、ということで合計でどれぐらいかな。全部でだいたい1万3000円ぐらいでした。ということで、なんかコストコ購入品紹介撮ってる人たちめっちゃみんな5万とか言ってるからあれなんですけど、こんな感じでモモが好きなコストコのものとか、これとかね超おすすめだから紹介したいなと思って、あとこれも動画、次の動画で多分食べてるやつ上がるのでぜひ見てください。ということで、コストコ購入品紹介でした。行く時の参考にしてみてください。よければチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。おまでした。バイバーイ。